人からいるよ。それを君と同じ時間では、君の使い方が違ったんだ。感触が変わってる。重い荷物を運んでると同じ。君の使い方が違う。君のと、重いものを持った時には、力が、筋肉に下がり、負担が違ったから、狂っちゃうよ。それを僕がドライバー持ったら、まあ、エンジン持ってるぐらいに軽くは。軽くはなくけど、筋肉自体が違うんだから、もう。重いものを持った時と、筋肉と。だから、筋肉の使い方が違ったら、バランパなんだよ。ああ、そうですね。まんぶりしねえで。春でこう、タイミングを取る振り方で、あれをやったらいいよ。スイング、力入れて、スイングする力、同じスイングでやっちゃったら、振っちゃう。重いもの持った時に、重いものを持って仕事した時と同じになっちゃう。振るよ。筋肉が崩れた。軽くってタイミングを取る感じたらいいね。よくやってくれる。もう一回、力入れて振ったんでは、今度は、これを振ったって、それからドライバー来れば、感じは感じてる。筋肉に対して負担ができちゃってきた。筋肉の使い方が違っちゃう。だから来るよ。スイングが始まったとって判定して。雪降らないよ。雪降らない。思いっきり振るとフィッシュ取れない。力を入れて、出たんではダメだよ。あれでタイミングを取って何、2、3回、4、5回やんだらいい。1日10回振る。1日10回振れる。だいぶ、それは、力を入れないでやるやつだよな。力。それだけの、もうそういう感じです。それをやるつもりだね。あとはもう、筋肉をつけるのに、それを踏むのにはもう、それだけをやってるのかな。Thank you.
大丈夫だ。あ、時間は適当にですね。ミートするわけねえで。
短く持てばブレないかな。短めに持てばブレない。ああ、そう。目いっぱい持ってから、その目いっぱい。もう、力入んねん。ん？何？こう、ラップどこ？当てが。当てって、左手でしょ？うん。ここに当たって逃げたもん。当たってはいってる。見やすいグリップでいいんだけど、だんだんタイミングが長くするとか、いろいろ工夫する。